手の跳馬をご覧いただきたいと思います。このローウン選手といいますと跳馬定評がありますね。そうですね、はい、まあ、見てみましょう、はい、まず1回目あこれはですねこれは、屈伸の2回中のひねりと、はいはい、いうことですけどね、あの着地の前にですね非常にあの、体の開き伸身になる時間的に非常に早いですね、はいはい、ですからこう審判によってはですねあるいは伸身で取ったか屈伸取ったかね、はい、それによって貸し手が違うわけですね。なるほどね、はい、しかしおそらく点数をこれはスローでしょう。これは2回目ですか、はい、これはひねってますね。これはすごいですね、はい、屈伸の2回中のですね、はい、1回半ですね、1回半ひねりを加えてますから、はい、そうですか、やはりロサンゼルスのオリンピックチャンピオンですね、ですね、はい、大したもんですね。ロサンゼルスオリンピックの跳馬のチャンピオンです。それなりの演技は見せてくれます。世界選手権では跳馬種目別2位でしたこのローウン選手です。その男子の跳